様、どうぞ。もぐもぐ、うまいな。ほら、粉身も。あーん。え、そんな、もったいない。しました。ご主人様でしたか。何故このような時刻、このような場所に。聞かれましたか。いえ、何でもありません。あれはあくびです。すごいですか。自分にはこれより他に取り柄がありませんので。ありがとうございます。そのタンポポ様とはどなたでしょうか。そうでしたか。忍術の師匠がおられるのですね。ちょうど今いただこうと。その、はい。違います。皆さんよくしてくださいます。施工任務中はいつも一人ですから。あの、これを。自分がご主人様と一緒に食事ですか。嫌じゃありません。むしろ食べたいっていうか、あーんとか。いえ、何でもありません。ですが、草が主人と食事の席を同じくするなど。お願い？何をおっしゃるのですか。頭をお上げください。もったいない。どうかお願いはお許しくださいませ。せめてご命令をいただけましたら。
たしました。コナミ、明日の夕げのご相伴つかまつります。かしこまりました。お気遣い無用です。カズハ様をはじめ方々の華々しい活躍に比べれば自分など取るに足りません。自分はつなぎを行っていただけです。それはご主人様の作戦があればこそ。携帯？やらなければならないことをやっただけ。な、それが自分の任務ですので。お言葉にございます。それはもちろんにございます。ありがたき幸せ。いえ、ご主人様との距離に慣れていなくて。そんなことはありません。うん、いつも過分にお褒めいただいております。ただ葵様とはこのような。はい、はい、もちろんですが、ご主人様。特別な関係ですか？ご主人様はもう自分にとって特別なお方ですが。もったいないお言葉にございますが、自分はご主人様の真にございます。自分は葵様よりご主人様に従うよう命を受けております。
自分は等しく忠義を誓っているつもりです。ご主人様。とんでもない。先ほどよりいただきましたる数々のねぎらいのお言葉だけで、すでにこなみ身に余る光栄にございます。大したものなら先ほどすでにいただいております。いえ、その…区内ですか？とても鋭くなっております。お気をつけください。何にお使いになられるのですか？自分はこのままでも。何か作られているのですか？はあ。大丈夫です。これは、鼻がムズムズしただけで。あららぎ？その木がですか？これは人形ですか？はい、とてもお上手です。春蘭様とは？ご主人様にはいろいろなお師匠様がおられるのですね。そうですね。半蔵の名を継ぐ者として剣術、体術、
戦術、警棒術、お家流に至るまで草働きに関する全てを叩き込まれてきました。それは少し特殊な技です。男女の交わりに関する術です。お尻になりたいですか？大丈夫です。ご主人様の命とあればご説明させていただきます。それにこれは立派な術だから。警棒術には大きく分けますと陰術と降雪術がありまして、交わったまま抜けなくして動きを封じてしまう玉目貝の術、果てしなく精を絞り取って廃人にしてしまう棒からしの術など、それはもうこうギュッと締めるというか、クイッとひねるというか、無理です。降雪術を使いこなすには女になる必要がありますので。はい。って、草の実はご主人様のものですから、命じられれば。ご主人様、
これは自分でしょうか。自分はこのような顔をして笑っているでしょうか。ご主人様は自分に笑えとおっしゃるのですか。心凍らすのが草、泣くな笑うなと言われて育ちましたので。どのようにすればよいのでしょうか。感情の綱ですか。ご主人様への気持ちを素直に出してしまったら。ご主人様の命令なら努力はそのしてみます。ご主人様より賜りし褒美の品、この身終生大切にいたします。それでは、その、失礼します。かしこまりました。あの方はいともたやすく人の心に忍び込む。自分などよりはるかに腕利きの忍びだ。ああ、魔道なコナミ、わきまえよコナミ。あの方は大名の夫であり、名だたる武将の夫。それに引き換え、自分はただの草、思い募らせて良い相手ではないのだ。少しばかり優しくされたからといって勘違いするな。それは、あの方のおおらかなお心によるものに過ぎないのだから。そして自分は健介隊の一員である前に松平家の家臣。泣くな笑うな、心凍らせただ任務を遂行せよ。好きよ笑え、自分は未熟だ。